リンドリー・ミラー・ガリソンリンドリー・ミラー・ガリソンは、アメリカ合衆国の法律家、政治家。1913年から1916年まで、ウッドロー・ウィルソン大統領の下で、陸軍長官を務めた。1864年11月28日、ガリソンは、ニュージャージー州カムデンにおいて誕生した。ガリソンは、地元の公立学校で教育を受け、 その後ペンシルベニア州フィラデルフィアのプロテスタント制、公会アカデミーで学んだ。ガリソンは続いて、ニューハンプシャー州エクセターのフィリップスエクセターアカデミーで1年を過ごした後、1884年から1885年までハーバード大学で聴講生として学んだ。執務室で仕事をするガリソン・ガリソンは、フィラデルフィアの弁護士事務所、レディング、 ジョーンズカーソン・オブ・フィラデルフィアで見習いとして法律を学び、1886年にペンシルベニア大学で法学の学士号を取得した。また同年、ガリソンはニュージャージー州において弁護士として認可を受けた。ガリソンは1888年から1898年までニュージャージー州カムデンで弁護士業を営み、 1899年に、ジャージーシティで、ギャラソン、マクマナスエンライト社の共同経営者となった。ガリソンは1904年から1913年まで、ニュージャージー州の副書記官を務め、ウッドロー・ウィルソン知事の着目を受けた。 ウィルソン大統領とその閣僚たちガリソンは1913年3月5日から1916年2月10日までウッドロー・ウィルソン政権で陸軍長官を務めた。ガリソンはウィルソン大統領と反りが合わずしばしば対立した。ガリソンはウィルソン大統領よりも強い拡張主義者で軍による海外への介入を積極的に行った。特に メキシコに対しては強く干渉し、メキシコ革命による混乱を沈めるよう、大統領に介入を申し入れた。1916年のメキシコ派兵準備の際、ウィルソン大統領は、軍事費の拡大を議会に要請した。ガリソンは、軍備拡張の方針を支持し、コンチネンタルアーミープランと呼ばれる計画を提起した。ガリソンの提案は、 メキシコに14万の兵士を駐留させ、さらに国内全体で40万人の志願兵を募るというものであった。ウィルソン大統領はこの計画に対して冷ややかな反応を示した。さらに内国民からはあまりに巨大すぎて非現実的であるとの批判が起こった。ウィルソンは議会民主党員からガリソンが提起した志願兵の募集に変えて、 周辺の流用という代案を支持するよう説得を受けた。ガリソンは認識の総意から1916年2月に陸軍長官を辞任した。晩年のガリソン・ウィルソン政権を知りいた後、ガリソンはニュージャージー州へ戻り、ホーンブロワー、ミラーギャラソン社で弁護士業に復帰した。 ガリソンは1918年12月から1923年6月までブルックリンラピッドトランジットカンパニー社の破産管在任を務めた。1932年10月19日、ガリソンはニュージャージー州シーブライトにおいて死去した。ガリソンの遺体はニューヨーク州ブロンクス区のウッドローン墓地に埋葬された。 ガリソンと妻マーガレット父親は成功会の司祭ジョセフ・フィシアン・ガリソン。母親はエリザベス・バン・アースレール・グラントであった。1900年、ガリソンはマーガレット・ヒル・デ・バーンと結婚した。ガリソンはマーガレットとの間に以下の子供を設けた。ドロシー・ガリソン・ AB ・ザ・ポリティカル・グレーブ・ヤード、ハット・ ABCDEF ・ US ・アーミー・センター・オブ・ミリタリー・ヒストリー。 ハットミラーセンターオブパブリックアフェアーズハットファインドエーグレーブありがとうございます